戦後の日本を照らしてきた昭和の歌姫美空ひばりが52歳でこの世を去ったのが平成元年だった。つ、デビューして以来、約500曲ものオリジナルソングをレコーディングし、その多くが名曲として語り継がれ、聞き継がれていることは、もはや説明の必要はないだろう。しかし、昭和60年5月に自身の誕生日記念ゴルフコンペで腰を悪くしたのをきっかけに、次々と病魔に襲われることになる。62年には、全国ツアーの公演先の福岡市で緊急入院。突発性大腿骨下肢壊死症、慢性肝炎と発表され、そのまま3ヶ月もの入院生活に入った。つ、様々なトラブルで世間を騒がせながらも、家族の絆を第一に決して見放すことのなかった実弟二人の相次ぐ死もあり、狩猟が増えていったことで様々な病気を呼び込んでしまったと言えるでしょう。音楽関係者、つ、50歳の誕生日をベッドの上で迎えることになったが、年末には復帰を果たし、63年4月には完成直後の東京ドームで復活公演を成功させる。その姿は、不死鳥と呼ばれ、歌姫伝説に新たな1ページを加えることとなった。しかし、その後、入退院を繰り返すようになってしまう。つ、平成元年。当時17歳だった息子の加藤和成氏が、プロデューサーとして携わった、4月の横浜アリーナ公演には、割ってでも舞台に出たいと言っていたが、これも叶うことはなく6月24日に帰らぬ人となり、日本中が悲しみに包まれた。あれから30年、平成の時代に美空ひばりに匹敵する、歌姫が誕生したかというと、今の音楽界、歌謡界、そして歌姫ともてはやされるアーティストたちを、彼女は天国からどう見ているのだろうか。